はい。えっ、ー、と、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、それじゃあ、の、今日は、えっ、ー、と、微分形式の2回目のお話ということで、えっ、ー、と、前回定義した微分形式ですね。えっ、ー、と、これが持っている3つの大事な演算、縮、えー、約と外微分と外積、この3つってのを順番にお話ししていきたいと思います。で、まず一番、あの、素朴な基本的なイメージとして、えっ、ー、と、微分形式っていうのは、ベクトル場の相対なんですね。一時微分形式を縦、縦ベクトル値関数とするなら、一時微分形式は横ベクトル値関数です。で、この、 えっと、ウルトラマンタロウのストリーム光線ですけど、えっと、縦と横が相互作用して、1個のスカラー値関数になって内積として出てくると、えー。この構図がまず一番基本にあります。で、えっと、最初のこの縮約天山算は、この、えっと、縦と横でスカラーが出てくるっていうものの、えー、一般化です。これを含んだ形の一般化です。で、まず一次微分形式っていうのは、 えっと、1個の縦ベ,クトル縦ベクトル値関数、ベクトル場を受け取って、スカラー値関数を1個出すもんですけれども、えっ、ー、と、一般に K 字の微分形式オメガっていうのは、えー、引数としてベクトル場を稽古取るんですよね。で、稽古取って、えっ、ー、と、1個のスカラーにして出してくると。えー、スカラー値関数。これはすなわち、えっ、ー、と、0字微分形式でもありますけど。ね、こういうものでした。まあ、この引数の入れるところに関しては、えっ、ー、と、多重線形性と、それから、えっ、ー、と、交代性ですね。 例えば、えー、と二次微分形式だったらあの入れる引数入れ替えたら符号が変わるとか3、えー、次以上だったら、えー、基地間に関して符号が変わる偶痴間に関しては符号が変わらないとかってその交代性の性質を満たしてなければいけないんですけれども、まあ、そういうのが K 字、えー、微分形式というものだったわけです。でえー、とまずこの縮約っていうのは、えー、一般にですね一般にこの稽古を全部埋めなくてもいいと。えー、と途中で、 K のうち R 個だけ埋めちゃったとすると、えー、と残りは K マイナス R 個まだ入れるところがありますよね。空席が残ってます。そうすると、えー、と残ったところに関してもやっぱり多重線形性とか交代性ってそのまま成り立ってますから、えーと、K 個のうち R 個だけ埋めたら、それは、えー、と残りの引数に関して K マイナス RG 微分形式ということもできるんですね。はいえー、と具体的に見ていきますと、えー、とまず、えー、と一次微分形式に関しては、 えっと、1個のベクトルバーを与えたときにスカラー値が1個出てくる。このストリーム光線ですね。えっ、ー、と、まあ、横ベクトルのイメージで書けば、えっ、ー、と、M 個のスカラー値関数をこう横に並べたもの。これが一次分形式です。えー、規定を使って書けば、<laughs> えっと、DX1 から DXM までの線形結合ですね。で、えっ、ー、と、それにベクトルバーを1個、えー、と放り込むというのは、ベクトルバーっていうのは縦ベクトル値関数です。えっ、ー、と、規定で書けば、えっ、ー、と、ラウンドラウンド XI っていうのが規定になっています。 でえー、とこのオメガに x を入れるっていうのは、まあ、この2つの内積を取るということですよね。えー、ですからこの対応する添い字のところをかけて足すということですね。えー、ちなみに規定のところっていうのは対応する添い字同士の規定を合わせると1になっちゃうクロネッカのデルタの関係になってますから、えー、出てくるのは結果としてこのスカラー値関数ということになります、はい。これがまず基本のストリーム関数ですね。 でえー、とじゃあ、1個だけ次元を変えると、そのえー、上げると、その途中で止めるっていうのができるようになって、えー、例えば、オメガが二次微分形式だったとしましょうと。二次微分形式になると、えーとまあ、この、えー、と規定っていうのが X X、dxi,dxwedge,dxj っていうふうに、えー、種類が増えるんですけども、これはどのくらいあるかっていうと、えー、と2分の m 括弧、m-1 個、つまり半分よりちょっと少ない、m の次元の半分よりちょっと少ないというものですね。 でえー、と具体的なイメージっていうのは、えー、と二次微分形式のイメージは Y 対称行列ですで i j とあるので m×m の行列の各要素がスカラー値関数になっているようなものなんですけれども、えー、これあのえっ、ー、とそ字ひっくり返したら交代的でなきゃいけないし対角成分0なので、えー、ここは y 対称行列になってる対角成分0で、えー、この非対角成分っていうのはこの上三角と下三角で符号変わってるようなものになっています。 でこの二次微分形式に2つのベクトルバーを入れるっていうのは、えー、この行列の演算で言えば行列の二次形式を取るのと同じなんですよね2つのベクトルバー片方をひっくり返してあの点値を取って前と後ろから挟んでスカラーにするっていうのが二次微分形式が出してくるスカラー値関数なんですけど、えー、とそれを途中で止める1個だけ入れてもう1個は空席のままにしておくとこことここをかけた段階で横ベクトルになりますよね。 だから、1つだけ引数入れて、もう1個を残しておくと、この結果は一次微分形式になるんです。はいでまあ、成分の計算で言えば、その、えっと、オメガ IJ のうち、例えば I だけをこう、内積取って、残りの、えっと、埋めてないところに関しては、そのまま規定が残って、一次微分形式になるということですね。これが、えっと、まあ,あの、一般化された縮約で、内積っていうのは、この縮約の特殊な場合だったということになります。 はい。えっ、ー、と、まあ、これ以上が祝約。これは簡単ですね。はい。えっ、ー、と、では、あの、続いて、えっ、ー、と、外微分の演算なんですけれども、この外微分っていうのは、えっ、ー、と、微分形式のクラスを変える演算になります。えっ、ー、と、D と書きますが、これは、K 時の微分形式から K、K プラス1時の微分形式に変える操作です。で、えー、実はですね、これは、あの、関数の勾配を取るという操作の一般化なんですけれども、まず、えっ、ー、と、K が0の時を考えてみましょう。 これは0次微分形式から1次微分形式に変えるんですけども0次微分形式というのは実はスカラー値の関数ですね。えっと多様体 M からスカラーへの写像です。えこれが0次微分形式なわけです。でこれに対して勾配を考えてみます。えっと局所座標をとって各成分で変微分したものを横に並べると。これを F の外微分 DF と言います。規定で書けばこの DXI で結合したものですね。 はい、ですからスカーラ値関数 F に対して、えー、とその、まあ、勾配ベクトルの点値ですけれども、えー、こうやって横に並べたものを DF と書いてこれを F の外微分というふうに言います。 で、実はこの DF っていうのは前にも出てきてましたよね。えっ、ー、と、旧説のところで写像の微分っていうのを定義しましたけども、えっ、ー、と、まあ F、F っていうのは写像として見ると M から R への写像ですよね。で、この微分のことを DF って書いてたんですが、まあ、それと、えー、実体としても同じものなわけです。これは、えー、と F の微分とも言えますし、えっ、ー、と、0次微分形式の外微分というふうにも言えます。で、写像の微分って何だったかっていうと、えっ、ー、と、 ベクトルをスカラーに移す、ベクトル場をスカラー地関数に移すもんだっていうのは覚えてますでしょうか、えー、と ?DF といいますのは、えー、各点において、接空間から接空間への写像を与えますから、えー、とこれはですね、えー、とベクトル場に対して、そのベクトル場の方向への、えー、方向微分を定義するスカラー地関数を返すものでした。でまあ、実態はこうですね。結局、ベクトル場 x っていうのを与えたら、えー、とこの えー、勾配ベクトルとそれからえっ、ー、と X っていうのを内積を取るだけですで前のその節ベクトルとかベクトルバーの時に言っていたのはこれはえっ、ー、と関数 F の X 方向への方向微分ですよって言ってたわけですよねだからその場合は X っていうのが方向微分の作用素なので関数に対して作用する方向微分作用素なので X に引数 F を与えるっていう見方をしていたわけです でえー、とただ、これはその写像の微分の時にこれと相対の見方があるよということで、F の勾配に X を与えるっていうふうに見てもいいですよと。えー、どっちが引数かですよね。F を引数と見るのか、X を引数と見るのかで、えー、実態は同じなんだけど見方が変わるということですね。はい。で、この X を引数と見る、この写像の微分って考え方は実はベクトルバ、ベクトルバに、えーに、ベクトル場 X に、ベクトル場 X を一次微分形式である DF に与えてると。 という,ふうに見ることもでできたわけです、はい、非常に紛らわしいんですけども、えー、これは関数に対するベクトルーの方向微分作用素としての作用こちらは、えー、と一次微分形式にベクトルーを引数として与えているあるいは今使ったこの、えー、と縮約という考え方で言えばこれは一次微分形式 DF とベクトルー X の縮約を取っているということになるわけです。 ということで、まずスカラー値関数に関して言えば、実はこの外微分というのはただ勾配、えっと、を取っていることに過ぎなかったということなんですけど、じゃあこれを、えー、っと1次以上の微分形式に一般化するとどうなるかということなんですけど、まず1次微分形式、k イコール1の場合考えてみますね。<laughs> で,、えーっとですね、微分形式の中で、まあ、特殊な場合として、一般にはこれ、M 個のスカラー値関数を横に並べた横ベクトル値関数ですけど、まあ、J 番目だけ値が入っているとします。 つまり、スカラー値関数 F があって、えっ、ー、と、DXJ の成分だけがあると。他はゼロになっているようなものを考えます。で、これに対して、こういう一次微分形式に対して、その外微分ってこう定義します。FXDXJ に対してですね、えっ、ー、と、この関数 F、このですね、この要素である成分であるこの F の、の、えっ、ー、と、1から M までの変微分をとって、それに d x i ウェッジ DXJ っていうのをかけるということです。 もともと一次微分形式の規定はこうですけど、二次微分形式の規定っていうのは dxiwedgedxj っていうふうに、まあ、これ自身が二次微分形式の形をしてたわけですよね。はい。で、えー、なので f を i で変微分したら、この j に、えー、dxi をウェッジさせたものを、えー、規定として結合します。これがまず、1、えー、個だけ成分を持つ一次微分形式に対する外微分の定義です。 で、えー、と一般の一次微分形式っていうのは,これは全部の成分埋まってますから、えー、とこれをえと J に関しても1から M まで全部埋まってるというふうにしますと、まあ、それぞれ足し合わせるだけですねだからこのえと J 番目のオメガ J に関してそれをえ外微分したものつまり X1、えー、から x m まで偏微分して DXI をかけると、えー、ウェッジとしてかけるという操作をして J を1から M まで足し合わせた格好になりますよろしいですかだから、 実質的にはこの m 個ある関数を m 個の座標変数でそれぞれ変微分して適切な規定をかけて足し合わせてるんですけども思い出してほしいのは二次微分形式の規定の性質でこれ i と j ひっくり返したら符号変わるんですよね。ですから同じ添え字同士だったら0になりますからそこのところを重複を処理しますと i と j を全部 走らせるんじゃなくて、えー、と上三角の成分だけに限定して符号、えー <laughs> えー、がですね従属になっているところは符号を変えて足し合わせるとこんな格好になります。はいこれが一次微分形式に対する、えー、外微分を取った結果出てくる二次微分形式です。はいで、えー、とまずこれが基本です。で、えー、とこの先ですね一般化していく時も演算の規則はこれであの基本的にあの えーと出尽くしています例えば、えー、二次微分形式に対する三次微分形式っていうのは、えー、とこうですね今度はあのオメガ最初から二次微分形式だとしますねそうすると,、えー、とオメガ IJ という成分を持ってて、えー、規定が DXIWGDXJ ですで IJ っていうのは上三角成分だけ持ってきますでこれに対する D オメガこれ三次微分形式ですね D オメガっていうのは先ほどと同じように各成分に対して 1>, 1から m までの座標成分で変微分して勾配を取ってそれに対応する規定を d x i ウェッジ d x j の前からウェッジかけるこれを規定として足し合わせたものということになります、まあ、ちょっとピンとこないかもしれないんですけれどもえと演算規則を追っていくと機械的にできますからまああのすぐ分かるかなと思います例えばえと3次の対応体だったとしますで極小座標の数が3種類 だったととするとまず二次微分形式の規定は何個あるかっていうと、えー、3, 3種類あるあの座標変数の中から2個持ってくる組み合わせですから2種類ですね122331、まあの組み合わせ3種類ですで、えー、と三次微分形式の規定っていうのは、えーまあ、123の中から3個持ってくる組み合わせは1通りしかないですから、えー、と1次元ですということで、えー、と一般に三次の多様体の上での二次微分形式っていうのは えー、例えばオメガ12オメガ23オメガ13という成分を持ってるとこうかけてでその外微分っていうのは <laughs> えとそれぞれを、えー、とこうやって変微分するんですけれども、えー、例えばですね例えばこの k と i もしくは j が一致してた場合っていうのは同じのが出てきますからここ消えちゃうんですよね。だから例えばオメガ1,2を X1、えー、で変微分した成分とか X2 で変微分した成分っていうのは後ろの dx1 や dx2 と被、えー、っちゃうので出てこないです。ということでこれ全部ずれてますよね。12を3で変微分23を1で変微分13を2で変微分っていうふうにして、えー、出てきたものを足し合わせます。はい、で最後規定1種類しかないので全部同類項で足し合わせるんですけど、まあ、その時にこう並べ替えの え並びの順番でですね基地感になってるとこ符号変わるので一、えー、つだけ符号変わってるというところは注意が必要です。これはあの全部あのここに書いた通りの定義で機械的に計算できますので、えー、ぜひあの皆さんで手を動かして確認をしてみてください。はい、で、えー、と最後3つ目の外積と演算なんですけれどもこれは2つの微分形式,、えー、と形式同士の、まあ、ある意味の積ですね。 p 時の微分形式と Q 時の微分形式の、えー、掛け合わせをして、えー、と p プラス Q 時の微分形式を、えー、作ります。で実はですねこれも今まであの十分にきちんと定義をせずに出てきてしまってたんですけれどもこの二次微分形式の規定はこうですって言ってたこれこれ実は外積だったんですね。えっ、ー、と dxi ウェジ dxj っていうのは実は一次微分形式 dxi と一次微分形式 dxj の 外積として作でこの、えー、と二次微分形式の性質っていうのをもう一度確認しておきますと二次微分形式ですから2、えー、つのベクトルバーを引数として取って、えー、総線形で交代的な、えー、ものでした <laughs> スカラ値、えー、関数を出力するようなそういう形式でしたですのでこの dxiwedgedxj に xy という、えー、ベクトルバーを与えますと、えー、演算としてはこうなります まずですね、x を1個目の dxi に入れる、y の方を2個目のこの dxj の方に入れると、こんな風になります。えー、これ一次微分形式ですから、ここスカラー値関数ですよね。えーこ,こ,えー、とここも一次微分形式ですから、y 入れたらこれスカラー値関数になります。だからこれスカラー値関数かけるスカラー値関数ですで。もう1つは、この x と y を入れ替えて、1個目に y を入れて、2個目に x を入れます。で、同じように、 スカラー値関数かけるスカラー値関数。で、これ、えっと、引き算して差を取りますと、えー、こんなふうになります。これ今、large xi,large yj って書いてますけど、これは、えー、dxi に x を入れてますので、ベクトル値関数 x のうち、i 番目の成分である関数ですね。えー、large x の i 番目の成分、これ、スカラー値関数ですけど、これが出てきます。えー、同じくここは、えー、ベクトル場 y の j 番目の成分であるスカラー値関数が出てくる。えー、同じく。 と,以下等分ということになります、はいえー、とこれが2次微分形式の規定の、えーとまあ、働き方です。はいえー、とじゃあ以下あのこの作用を一般化する形で進めていきますけども、えー、とまずこれ一般の一次微分形式オメガと,、えー、とイーターに対して、えー、オメガウェッジイーターというのを定義しましょう。えー、これは2次微分形式になります。 二次微分形式ですから2つのベクトル場を取ってスカラ値関数を1個返すんですけども、えー、どう演算させるかといいますとこれ、えー、と1個1個をオメガとイーターに上げるんですねそうするとオメ,ガ x オメガもイーターも一次微分形式ですからベクトル場1個受け取ったらスカラ値関数になるんですよねですからこれ1個が関数これも関数ですで次にこの x と y の、えー、と入れ方を変えて y をオメガの方に入れて、x をイーターの方に入れて、えー、マイナスを取って差を取りますと、えー、結局これも全部スカラ値関数同士の、えー、とかけて引いての,の繰り返しですから、スカラ値関数になります。これが、オメガウェッジイーターという二次微分形式の定義です。はい。で、そうすると、この定義から直ちに分かることっていうのは、例えばこの引数を入れる順番を入れ替えたら符号が変わりますよね。もう定義から明らかですね。x と y の役割を入れ替えたら結果の符号が変わる。 それから同じベクトル場 xx っていう風に入れたら結果は0になってしまいます。この0はスカラ値関数の意味での0ですね。それからこのオメガウェッジイーター自体っていうのもオメガとイーターをもし入れ替えたらマイナスがつきます。このオメガとイーターの役割が入れ替わりますからイーターウェッジオメガってのはオメガウェッジイーターにマイナスをつけたものですし同じ1次微分形式同士のウェッジを取ったものっていうのは0になります。この0は2次微分形式としての0です。すなわち えっとどんな2つのベクトル場を入れても、いつも0しか返さないような、そういう二次微分形式だということです。<laughs> はい。えっと、まずこれが、まあ、多分一番よく使う一次微分形式と一次微分形式の外、え、積、ー、の定義ですね。えっと、これ一般にあの P プラス9時になってですね、えー、<laughs> 結果が3時以上になるときっていうのは、えっと、まあこのマイナスがつくっていうのもですね、えっと、時間の空気で変わります。ですから、えっと、常にこう、あの、 入れ替えたらマイナスがつくというよりは、そのオメガとイーターの奇数偶数の関係で、ここはマイナスになるかどうかが変わってきます。まあこのあたりあの次のですね、えっ、ー、と E2 というところの整数にまとめてあるので、また後ほどご覧ください。はい、えっ、ー、とじゃあこの演算もう少しですね、えっ、ー、と成分で書き下してみてみますとこんなことになります。 えっと、オメガというのは、えっ、ー、と、1次微分形式で成分をオメガ1からオメガ M としましょう。それから、えっ、ー、と、イーターの成分がイーター1からイーター M にしましょうとなってたときに、えっ、ー、と、その外積で決まる2次微分形式の各成分ってどうなるかといいますと、えー、結局、このオメガとイーターの各成分同士を掛け合わせたものをつなぎ合わせることになります。で、I 番目と J 番目の積に、えっ、ー、と、DXI ウェッジ DXJ というのをかけて足し合わせることになります。 でただ、えーと、ここでまた思い出してもらいますと、さっきのこの、ここの性質ですね、ここの性質から分かる通り、えー、dxi ウェッジ dxj っていうのは、マイナス dxj ウェッジ dxi ですし、えー、と同じ dxi と dxi 同士のウェッジっていうのはゼロになりますから、えー、結局そこをまとめますと、えっ、ー、と、オメガ i イーター j マイナスオメガ j イーター i というのが、えっ、ー、と、ij 成分の、えー、まあ、ij 規定に対する成分ということになります。 はいえー、とではあの外積の演算一般に成り立つ性質をまとめておきますとこんなふうになります。例、えーえーまあ、題19.4から5のあたりにまとめてますけども一言言うと外積演算というのは双線形で交代的でかつ結合的です。まずこの双線形性なんですけれども、えーまあ、3つの、えー、と微分形式オメガ、イーター、ツーターとあってオメガとイーターが P 時それからツーターが Q 時というふうにしておきます。でえー、とこの オメガとイーターの線形結合とセーターの外積っていうのは、えー、この線形結合を保存します。つまり、えっ、ー、と、アルフ、まあ、オメガウェッジセーターのアルファ倍とイーターウェッジセーターのベータ倍ということですね。で、ここであの、足し算が、えー、それぞれ出てきてますけれども、えっ、ー、と、足し算ができるのは同じ。 世界の住人同士だけですから同じ次数の微分形式同士だってところに注意してください。えっ、ー、とオメガとイーターはどちらも P 次微分形式なので、えー、足したり線形結合を取ったりできます。それからこのオメガウェッジツエーターもイーターウェッジツエーターもどちらも P プラス9次の微分形式ですからここも、えー、足したり線形結合を取ったりができます。はい。でそれから2番目の E2 交代的というところなんですがこれが先ほど言いました <laughs> えとここの一般化ですね。 えっと、2次の 1×1、えっと、で2になるときっていうのは、えー、役割入れ替えたらマイナスつくよと同じものとしては0だよでしたけれども、えっと、一般に P 次と Q 次の外積、えー、のときにはですね、えっと、入れ替えた時の符号は PQ の偶奇で決まるということになります。マイナス1の PQ 乗ですね。だからさっきの場合は P も 1Q も1だったので、えー、マイナスイーターウェッジオメガだったということになります。 はい。えっ、ー、と、それからですね。えっ、ー、と、あと結合的というところなんですけども、これはあの3つの微分形式を連続的にウェッジを取ったときに、P 字、Q 字、R 字というふうにしたときに、どの順番でやっても変わりませんよということです。はい。以上がま外積演算の基本です。 さて、えーっと、これで一丸二丸三と、えー、縮約外微分外積と定義してきましたけれども、えー、その3つの関係というのをあのいくつか重要な定理としてあの述べられてますのでそれをまとめておきたいと思います。まず1つ、えー、っと外微分と外積の関係です外微分っていうのは微分係数の実を1個上げる演算でしたよねで外積っていうのは P 字と Q 字から p Q 字を作る演算でした。はい でそうしますととそその間にこんなががが成り立ちまます。そうす。すオメガイーータしうるとそれぞれ外微分取ったら P プラス1次 Q プラス1次ですよねそれからえっとオメガとイーターの、えー、が外積は P プラス9次になりますじゃあえっとこのオメガとイーターの外積をさらに外微分取ったらどうなるかということなんですけれどもまず一般にこういう公式が成り立ちますえー、あのオメガウェッジイーターの外積は d オメガとオメガの外積、あイーターの外積、それから、えっと、オメガと d イー,ターの外積の和なんですけれども、えっと、p の空気によって、ここのえ足すのか引くのかが変わるということです。で、えっと、よく使うのは結局 p と q が1のときですので、その形がとても大事なんで、ここでまとめておきますけれども、えっと、これですから、オメガも一次微分形式、イーターも一次微分形式のときです。これ、なり、あの、えっと、p と q を1に固定するとこんなふうになります。 えと左辺の意味は、えー、とオメガウェッジイーターという二次微分形式のさらに外微分をとってますから、えー、これ三次微分形式になるんですねで、えーと。右辺の方はまずこの D オメガウェッジイーターですけども、えー、ここは二次微分形式二次微分形式と一次微分形式イーターの外積ですから三次です。で第二項も同じく一次微分形式のオメガと二、えー、次微分形式の D イーターのウェッジで三次微分形式になります。 p が奇数なのでここは引き算になるということですね。えー、これをなんとなく見てもらいますと、まあ、オメガとイータをかけたやつの微分をとっているので、えー、と積の微分、すなわちライプニッツルールみたいな形をしてますよね。まあいわば微分形式の演算におけるライプニッツルールみたいなものです。ただ、まあ、あの微分形式の交代性っていうその性質からここのところですね、えー、と足すんじゃなくてマイナスになっているというまあ特徴的なえと演算構造を持っています。 はい、それからですね、えー、とまあさっきのこの、えー、と外積とかの演算見ていろいろ交代的だったりすることもあってベクトル場の括弧積ですねあの性質を思い出した人も多いと思うんですけれどもこの微分形式の演算である外積や外微分とそれからベクトル場の方の演算である括弧積っていうのがどう関係しているのかっていうのを結びつける素晴らしい定理がこれです。えっ、ー、と、まあ、本文の方では命題、えー、と定理20.2ですねあとその、えー、と K として。 えー、導かれていますけれども、えー、こんな関係がありますもう特殊な場合だけですけれどもこの、えー、とオメガは一次微分形式の場合だけ書いておきます、えー、じっくり味わってください、えー、とオメガは一次微分形式で、えー、とベクトル場 xy というのがあったとしますで左辺の方は d オメガ x y すなわちオメガの外微分である二次微分形式にベクトル場 xy を与えたものですはいこれ文脈はスカラー値関数ですね えと二,次二次微分形式に2個ベクトルバーを与えてますので、スカラー値関数です。で右辺の方は、えー、x カッコ、ガカッコ、y と書いてあるんですけれども、えー、このカッコの意味はですね、まずここ。ここは、一次微分形式オメガに、えー、ベクトルバー y を作用させて出てきた、えー、とスカラー値関数ですね。だから、ここは、あの、微分形式の、えー、ベクトルバーへの作用です。 でこの外側のこのカッコの方は、久しぶりに出てきたそのベクトルバーの微分作用素としての、方向微分作用素としての表記ですけれども、スカラー値関数であるところのオメガ Y をベクトルバー X に与えているということで、その方向微分を求めている。X 方向へのオメガ Y の方向微分を求めているということになります。それから第2個はこの X と Y の役割を入れ替えたものですね。オメガ X というスカラー値関数を ベクトル場 y の方向に方向微分を取っているというものです。で第3項は一時微分形式であるオメガに x と y の括弧積として出てくる第3のベクトル場を与えているというものです。まあ、この、えー、4者がですね、えー、こういう魔法のような公式で結びついているというのが、えー、この定理20.2の公式です。はいえー、と使いどころはですね、実際いろんな問題に当たってみないとなかなか 実感しないかもしれませんけれどもまあこの何となく違う世界のものがきれいに結びついているということで美しい公式だなという感覚は持ってもらえるかなというふうに思います。はいえー、とここのところこの x メガ y とか y メガ x ってこの表記がですねちょっと,、えー、と紛らわしいとこなんですけども、えー、といくつか違う表記の仕方があって例えばこれは、えー、とこの関数の方向微分ですからさっきのこの縮約のところですよね。 こっちで書くか、こっちで書くかで、えー、と別の表記がありまして、例えばこれは、えー、オメガ Y というスカラー値関数を外微分してできた一次微分形式に X を与えているというふうに見ても、えー、同じものを指しています。 はい。えっ、ー、と、まあ、あの、この公式のことですね。えっ、ー、と、カルタの、えー、と魔法の公式というふうに言われたりもするんですけれども、まあ、あの、えー、ベクトル版の世界の演算規則っていうのと、微分形式の世界の演算規則っていうのを結びつける非常に、あの、不思議な公式です。で、この公式からわかるもう一つの意味はですね、えっ、ー、と、外微分の定義っていうのが局所座標の取り方によらないということなんですね。えっ、ー、と、外微分の定義、この本で定義するときにはこうやった、あの、 えー、極小座標を取ってその勾配ベクトルですよっていう風にして定義していきましたよね。だから最初この辺の定義の話のところで極小,極小座標を使っちゃってたんですけれども最後この公式見てもらいますと右辺の方はこれ、えー、とベクトルーの性質しか出てきてないんですよね。だから えとまあ、3章とか5章でやった通り、節ベクトルやベクトル場が持っている極小座標の取り方によらないという性質で右辺定義できてしまっていますので、これ、外微分の定義がこの式で与えられていると思えばですね、外微分っていうのは極小座標の取り方によらないということが、ベクトル場の性質を介して理解できるということになります。はい。ちょっとこの辺り難しいかもしれませんが、はい、あの外微分っていうのがベクトル場の言葉で定義できちゃうよというふうに見ることもできます。 はい。で、えっ、ー、と、今日の話の最後なんですけれども、えー、またあの、写像が出てきました。今度はあの、二つ多様体があって、その多様体感を写像が結んでるというふうにした場合に、その写像と微分形式の演算っていうのがどう結びついてるかというところです。はい。えっ、ー、と、写像ファイがあって、多様体 M と N っていうのを繋いでるというふうにします。で、えっ、ー、と、M の方の点 P には節空間 TPM がありますね。 n の方の点 p h、えー、p には、えー、節空間 t p p n というのがありますね。で、えー、っと、この n の上にですね、えー、っと、n の上に微分形式オメガというのが定義されているというふうにします。オメガっていうのは、ここにあるベクトル場をもらって、えー、スカラーを割り当てるものですね。まあ、一次微分形式の場合は、1個のベクトル場をもらって、えー、スカラー値関数を割り当てるものですね。二次微分形式以上だったら、ここの上にある2個以上のベクトル場を受け取ることになります。 さあえっと、それでですね、えっと、これも同じ図ですけれども、えっと、写像ファイに対して、えっと、ベクトル場の押し出しっていうのをやりましたよね、えー、ファイの右下にスターを書いて、えー、プッシュファードというのをやりましたこれは何かというと、まあ、このファイという写像の微分なんですけれども、えー、M の上の接ベクトルもしくはベクトル場っていうのを、えー、こっちの、えー、と N 上のベクトル接ベクトルやベクトル場に移すものでした はい、ですからファイスターの各点 P において TPM から T ファイ PN への写像でしたよね。で、えー、とこれがあるとですね、えー、と N の上で定義されている微分形式を M の上の微分形式に戻すということができます。それはどういうことかといいますとこれはあのファイの右上にスターをつけて、えー、と N 上の微分形式を M 上の微分形式に引き戻すっていうふうに書くんですけれども、えー、どう定義しているかといいますと えっと、オメガは N 乗の微分形式です。で、ファイスターオメガっていうのは M 乗の微分形式です。それは各点 P において、えっと、TPM 乗の微分形式をファイスター P でこっちに押し出してきて、それを、えっと、オメガファイ P に与えると。まあ、こうやって定義をします。えっと、要するに何を言ってるかと言いますと、オメガ自体はこの N で定義されている微分形式で、えっと、 あの n の方のベクトルバーを引数に受け取るんですけども m の方のベクトルバーを押し出してこっちに持ってきて迎え撃ってあげるんですね n の方のベクトルに持ってってオメガに与えるとあたかもオメガは m 上の微分形式のように振る舞うことができるということなんですベクトルバーを n に持ってってあげて、えー、それを与えるということをします、えー、こっちのあの p を含まない式で書いた方がもっとシンプルだと思うんですけれども、えー n 乗の微分形式オメガに対して、ファイスタ r オメガという新しい m 乗の微分形式ってのはどういうものかといいますと、m 乗のベクトルが x を受け取ったときに、その x を押し出しによって n に持ってってあげて、オメガに与えたものということですね。あのこれは、この式はスカラ値関数を出力する文脈です。 はいというふうにしまして、えー、とベクトル場は m から n に押し出すことができる微分形式は n から m に引き戻すことができるという関係にありますさあそうしますとですね、えー、とこの引き戻しと、えー、外微分外積の間に、えー、とこういう性質が成り立ちます一つは外微分と引き戻しの関係なんですけども外微分と引き戻しは果換という、えー、そういう、えー、と命題を示すことができます えー、ファイが M から N の写像で N の方にオメガという微分形式があったとします。これも何時でもいいんですけども、K 時微分形式があったとします。そうすると、えー、っと、ファイスターオメガの、えー、外微分と D オメガの、えー、引き戻しというのは同じ、えー。引き戻してから外微分取ったのと外微分取ってから引き戻したのは同じだよと、こういう式が成り立ちます。 これはですね、どちらも、えー、と M 乗の K プラス1次微分形式なんですけど、図式を見てもらった方がわかりやすいですね。えっ、ー、と、オメガはまず最初、えーと、N 乗の K 次微分形式です。外微分を取ると、N 乗の K プラス1次の微分形式になります。それから、えっ、ー、と、このオメガを引き戻すと、M 乗の、えー、K 次微分形式になります。で、こっちを外微分しても、こっちを引き戻しても、 行った先は同じですよということで外微分と引き戻しの演算を連続的にやったときにこの関係この作業が果敢であるということでまとめることができますこの話ベクトルバーのときにもありましたよね、えー、っと <laughs> 押し出しと括弧積が果敢だという話をしたと思うんですけれども、まあ、ちょうどそれの相通にあたる括弧の定理で外微分と引き戻しは果敢であるということが言えます もう一つは引き戻しと外積の関係なんですけれども、えー、一言で言いますと引き戻しは外積を保存するという関係です。えー、オメガとイーターっていうのがどちらも N 乗の微分形式だった時にえー、とオメガとイーターの外積を取って引き戻してやったものっていうのはそれぞれ引き戻してから M 乗で外積を取ったものと同じですよと、まあ、こういう性質です。はいどちらもこれは M 乗の P プラス9次の微分形式と。 いうことになりますということでまあ外微分外積と引き戻しっていうのは、まあ、きれいに整合して成り立ってるということですね。はいえー、と今日はちょっとあの、えーまあ、形式的なです、ね、演算をダーッと定義してきましたけれども、まあ、いよいよ次回これを使っていろいろ面白いあの多様体上の積分っていうのをやっていきたいと思います。はいえー、とじゃあ今日はここまでです。